はい、皆さんこんにちは、畑美穂です。レッツボトムアップ。はい、次はですねドリブル編に入ります。でドリブルもですね、基本的にその感覚を教えられないので、よくこう感覚を教える指導者がいると思うんだけども、もうね何回も何回もトライアンドエラーをしてもらいながら、自分の中でこうだなああだなっていうふうに、もうとにかく小学校時代の時はサッカーを楽しく、持っていけるといいかなと。だから指導者が、まあ、なるべくノーコーチングの中 でお父さんお母さん方もなるべくノーコーチングの中でいいねっていうような形でね、もっとモチベーションが上がるような声かけがね、こうメンター的にできるとすごくいいなと思いますので、その辺も、キーワードとしながら見てもらったらなというふうにね思ってます。でこれもお父さんと一緒にお母さんと一緒にもできますので、短い距離の中でワクワクしながらドリブルやってみましょう。では最初はね、交代通り同じような形、よし、よし、この時にゴールばっかりでいいから、ゴールばっかりでいいように、はい、甘いです。今度は同じように右から行きます。よし、いいね。よし、もう一回行こうか。あとは、分かりやすい形で。同じような形でついてこなくてもいいですね。もっとよく見て、球をあまり見ない。ここよ、はい、はい、ヘッドアップ、よし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 、はい、入力してしまうときに、今度はスピードをちょっとアップしながら、で、肩の力を入れて、ボールをたくさん入れながら、基本的にはリラックスして、楽しんでいくよ。はい、はい、楽しんで、いいね、いいね、あ、柔らかくなった、おっしゃ。そう、肩の力を入れて、よし、今のような形で後ろをこう追っかけてあげるところからね、少しいただきます。はい、今度はこっち。今度はお父さんと両方。ここはここで2周、2周、2周、2周。最初は自由に。いくぞ、よーい、ゴー、よし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 、僕についてもこういうような競争もね、どん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 してもらって、いいと思いますね。で今度は僕の人ですね、よいしょ。でカラコンはいろいろやり方があるので、前だけじゃなくて横にこうで、この回るところが止まるね、よし、はい、リラックスして深くゴールばっかり見ないようにしていきながら、よいしょ、よいしょ、 OK、 出せた、
はい、今のような形で前だけじゃなくて横も一緒になってね。で今度ルール、あとダブルタッチ。ダブルタッチはワンツーワンツーワンツー、このリズムで入れて、ワンツー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 、それでよーたぶんワンツーワンツー、横前横前、はい、繰り返して、はい、いいよ、横前必ず抜け出るときに、ダブルタッチ、このダブルタッチに使う。お、よくなった。じゃあ、いけいくよ。ちょっと見てあげますね。よーい。はい。ワン、ツー。で、リズムね。ワン、ツー。ワン、ツー。はい、戻ってきて。ワン、ツー。ワン、ツー。ワン、ツー。ゴー。せーの。いいですね。で、じゃあ最後は、インサイドアウト。インサイドアウト。インサイドアウト、インサイドアウト、これも慣れてきたらもう、はい、ちょっとやってみよう。あ、じゃあいいね、いいね、そう、よーい、インサイドアウト、インサイドアウト、インサイドアウト、インサイドボーン。で、インサイド、最初はダブルタッチ。ラスト。で、2周目はインサイドアウト。これで点数。じゃあ最後競争でね。これはお父さんと、ね、一緒にやってもらっていいですか。はい、最初はダブルタッチ。お、いいね。最初はダブルタッチ。ワン、ツー。ワン、ツー。ワン、ツー。ここからインサイドアウトに変える。インサイドアウト。インサイド、インサイド、インサイド、あ、どうしよう、インサイド、いいね。はい、今のようにもう感覚的にどん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 小さなミスはもう全然 OK です。もうフットワークだったり感覚的に一緒に並んでやってあげる、その中にちょっと制約も入れていくと子供は考えて、そういうのをコミュニケーションさせながらちょっと競争でやったらいいですよね。あ、だから上手いお父さんでも、まあ、たまに負けてあげるとかモチベーション上がるようにうまくやってるから、ね、はい、じゃあね、今回の辺はこれで終わります。拍手、せーの、いいね。